将兵と会話するルオフリー・ヒャルトルオフは、ドイツ陸軍の軍人。最終階級は、ドイツ国防軍上級大将。1883年、ビュルテンベルク王国、メスバッハで生まれる。1903年、士官候補生として、ドイツ帝国軍に加わり、第一次世界大戦には、中隊長、隊員として従軍。戦後のバイマル共和国軍にも泊まることができた。 1926年に少佐に昇進。1931年に中佐。1933年に大佐に昇進し、連隊長に任命される。1934年に大部位軍艦区参謀長に就任し、1936年に少将に昇進して、第三軍集団参謀長に転じさらに1938年に中将に昇進して、 第五軍集団参謀長に補えされる。1939年5月、大将に昇進。第二次世界大戦開始時には大部位軍団、司令官に就任、西部戦線、東部戦線で戦った。1942年1月8日から5月31日まで、第四総攻軍を指揮した。第四総攻軍は1942年における、下記構成のため、 カタ軍集団が分割した際、A 軍集団の指揮下に入った。同年6月1日より、翌1943年6月24日まで、第17軍を指揮した。1942年の6月から7月の間に、指揮下の第17軍のほか、シエサーとルーマニア第3軍で、両府軍団を形成したが、イタリア軍部隊の B 軍集団への移動を受け、 バンカより、第17軍のみの指揮となり、コーカサス山脈の油田を目指して進撃した。当期に、スターリングラード方面でのソ連の大規模な攻勢と、同時期に、コーカサス方面でも攻勢が始まり、包囲を避けるため後退し、ケルチ半島を背後にした、クバン共闘法を形成して、戦線を支えた。1943年に、第17軍の指揮官の任を解かれ、 終戦まで予備役として過ごした。西ドイツの中便源で死去した。ありがとうございます。